はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット。プラス。さあ戻ってきました。今回はここら大商店にまず出走したいと思います。まずまずでしょうか。いい感じですね。嬉しそうですね。これで506キロか、翌週は。今週はレースがあります。何でしょうね、成長促進。気合十分ですね。嬉しそうですね。何か用ですか。おそば体重504キロ。小倉大商店に挑みます。2番人気ですが。1番人気。ただいまより投票受付を開始します。名称レグラムですね。収集集めているのは内枠1番、有利な枠ではありますが、果たして嵐なんかも出てますね。1000馬、ワイドバトルも1000馬か。さあ G3 小倉大商店。出走です。九州、北九州小倉競馬場。さあ12頭の下点が完了しました。1番体制完了。肩のエース、スタートはどうだ。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。先手を取ったのは4番両エイフワット。そしてその後ろから嵐、肩のエースがかわしていきました。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その外スーッとラッキーゲランが上がっていきました。差が開いて8番ネーハイビクトリー、それからメイヒオレムダム、9番ワンモアラブウェイ、それから3番ワイドバトル。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。バンリリューホー、ミスタースペインがそのうちにいます。12番エイティボレー、ちょっと離れて7番マキノコマッチでやります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭6番ラッキーゲロン。12頭が第3コーナーに向かいます。内から1頭4番競泳フワット、肩のエースがその後ろちょっと離されましてネーハイビクトリー。もう1頭11番嵐、5番黒い馬体メイヒオレムナム、9番ワンモアラブウェイ、その外からはワイドバトル。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。メイヒオレムナムは5番手先頭に躍り出すことができるのかどうか。肩のエースが完全に抜けた。頑張る頑張る岡部と肩のエース、肩のエース粘っている。ゴール番を早く追い10番バンビリーホー、大外から突っ込んでくる。バンビリーホー最後の一押しで届いたかどうか。
返されてますね、バンビリューホーに。惜しい。ただやっぱり G3 で勝ち負けできるかどうかのクラスっていうことで。惜しかったです。1着、まあ、当番確かに2着、1番、3着、5番、ラッキーゲラーにペースに乱されましたね。もう一走しましょう。レースを終えた馬が戻ってきました。素晴らしいです。いい感じですね。放牧します。さあ再度入球しましょう。残り23周です。適正な馬体重です。いい感じですね。モンタレスステークス、うわ名称ホームランか、強そうだな。何か。気合い十分ですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。いい感じですね。元気ですね。何か用ですか。そうです。モンタレスステークス挑戦です。3番人気ですね。人気落ちましたね。ただいまより、ただ投票受付を開始します。名称ホブラと合わせて20丸2つついてますし、名称ホブラ 3.8 倍で、刀エース 4.2 倍、他間に泣いたハヤブサ 4.0 倍がついてるんで、そんなに人気差があるわけじゃないです。名称ホブラと刀エースの一騎打ち。勝ちたいと、勝っていきたいな。さあアンタルステークスは阪神ダート 1800m です。名称ホーラーは結構前に行くわけじゃなかったかな。前に行く馬が多そうな気が。名物の急坂は各馬の底力が試されます。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。10番ミスタートーリン、ダッシュがつきません。先頭に立つのは何か。エリザベスローズが先手を取りました。内から1頭、3番マイネルヨーフ、7番カタロエース、4番ストロングパワー、そしてその後ろから悠々3ボーイ。これが一番人気の名称ホムラ。柴田騎手、この手応えはどうか。この辺りちょっと離れている8番成田はやぶさ、それから10番ミスタートーリン、ディープグローリー、内を通ってハッピーイングネス、それからもう一頭1番ダイパスソグリン。もう一度先頭から順番に参りますと2馬身くらいの差をつけて3番マイネルヨースが先頭です。これを追って7番カタノエースであります。9番エリザベスローズ、ストロングパワー、そして5番手に11番悠々3ボーイ、これと一緒に名称ホムラ、その後ろ5馬身くらいあって成田はやぶさ、
ちょっと離されまして、ね、10番ミスター当人、ね、ハッピーギネスがかわしていきました。大発ソブリン、徐々に差を詰めます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタのエースは2番手、このまま抜け出すか、先頭変わってパタのエース内から懸命に追い出る様子、ムチが飛んでいる、追い出る様子、このまま粘れるか、パタのエース成田かやぶさ懸命に外をついて、成田かやぶさが来ている、先頭パタのエースが1着でゴール板を通過、2着はわずかに成田かやぶさか。成田レースステークス勝利です。当然の結果です。1着7番、2着8番、3着2番以上で優勝を確定しました。 G3 堅実に勝っていった方がいいかもしれない。3000枚いくにはやりました。うん、この馬の持ち味発揮できたんじゃないかなと思います。素晴らしいです。パイナップルもあるんですね。こっちの方が安い。適正な馬体重です。メダルを数を使わなくていい。何か用ですか。ご存知ですか。麻酔クエストは難しいですが、報酬が豪華。先日の話なのですが、何か用ですか。はい、入居できますね。510キロ。何か用ですか。地蔵どうするかな。3週後はユニコーンステークス。この辺が良かった。エプソムカップあたりが良かったな。宝塚だとまだ辛いだろうしな。あ、帝王賞あるやん。帝王賞行きましょう。走る将軍大活ジョニー。カリブソング。あ、だいぶ後なのか、これ。目黒記念おすすめになってますけど、距離が長いよね。ヘアステークスあたりがちょうどいい感じです。鳴尾記念もありますね。さあ、ちょっと間がない。ヘアステークスダート路線ですね。はい、ということでアンタレステークス勝利、久しぶりに勝つことができました。このクラスで実績を積み上げていくのもいいかもしれないですね。ということで今後、巻き返し期待できるんじゃないかと思います。見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。これまでのプレイした記録、プレイリストに載せております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。